小泉一馬の恋ちゃーん。ということで、今月もね始まってしまいました。長野市議会議員の小泉一馬トークチャンネル恋ちゃんでございます。まあ年も明けましてね、皆さん良いお年をお迎えになったことと思います。もうこれがね流れることは2月でございますね。はい、今日のお話はですね、この間って言っても前々回ですかね、恋ちゃんで取り上げました孤立可能性集落のお話、その後のフォローでございます。はい、今日のテーマ、じゃじゃじゃーん、県との長らく危機管理ということで、またねこういうことを言うから小泉さんは怒られちゃうんですけれども、おさらいちょっとねしておきますね。前にどういうことをやったのかということで、孤立する可能性のある集落がね275集落あって、これ小泉が議会の質問の時使ったボードなんですけど、災害がね発生すると陸路の連絡がね遮断されて、孤立してしまう可能性がある集落、長野市内に275集落あります。小泉の質問で初めて明らかになりました。でね、275ってどんぐらいあるかっつうと、こんだけあるんですよ。もう芋いからね、もすげから芋いから始まってずっと来まして、木梨の中条でね、中条9第22275もあるんでございます。この辺275あるということ自体、まあ、合併前はね、合併前の数字で明らかになってたんですけども、275という数字は今回初めて明らかになりました。12月議会の小泉の質問。そしてこの個々のね集落の名称、こんだけあるんだよって具体的な集落の名称もね、12月議会で初めて小泉が明らかにいたしました。頑張ったでしょ。それでね、この275集落をじゃあマップに落とすと、これ Google マップって今いいのがあるんですよね。これね、これも小泉が質問で使ったボードなんですけども、こんだけあるんですよ。真っ赤かでしょ。この平場はもういいんだけれども、この山の手行くとも真っ赤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 で、立水の余地なしというやつですね。これだけね、真っ赤っかだから、長野市、災害にね、対して備えていく、その責任あるんですよね。なぜかっていうと、こういったね、こっちのね、木梨とか戸隠とかの大岡とか、こういう地勢だ地形だっていうことが分かってて、長野市いいよ合併しよう一緒にやろうってことになったんだから、こういったところの防災きちんと考えていく責任はもちろん長野市役所にはございます。でなんだけれども、実はこの孤立可能性集落っていうのがね、非常に長野市の体制が問題ある。まず一つね、情報がそもそも公開されていないんです。で、先ほど言ったでしょ、小泉が275あるっていうことと、それから個々のね集落の名前さえ今まで明らかにしてこなかったんですよ、長野市役所でね。これじゃあ275の孤立可能性集落は、じゃあどうして小泉がそんなものあるって分かったかっていうと、内閣府お上に対しては長野市はねきちんと回答してるんですよ。レポート出してるんですよ。うちのね長野市には275孤立する可能性があるんです、内閣府様で、これこれこんな状況になっていますっていうことをね、内閣府には情報を出しているんです、長野市役所は。だけど我々市民には知らしめてないんですよ。でね、その週調査はね、どういう調査かっていうと、中山間地等の集落散財地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査第2回閉じるという、非常に長い、あ、これはこっちに移さなくてもいいですけどね、非常にね長い名前の調査でね、平成26年についてね調べた調査であります。でね、全国水準に比べてねちょっと落ちてるよねって話をね、前々回の恋ちゃんではさせていただいたと思います。でね、今回なんとですね、全国と長野市の比較のみならず、長野県に対して情報公開請求した結果、長野県が情報をね、全県の情報を明らかにしてくれまして、
長野県と長野市、県の中の長野県の中のね、じゃあ県の都である長野市の状況どうなんだっていうことがね、小泉の調査でこれまた初めて明らかになりました。力入ってます。でね、これ見ていただくと、これ全国長野県長野市っていう並びになってます。で、ここにね、まぁ、ちょっとあるのは戸隠、鬼怒里、中条の3地区、合併した3地区ですね。すいません、信州新町とかね、豊野とか入ってませんけども。でね、これ、色付けてありますよね。赤っぽいところと緑っぽいところとありますよね。これね、緑のところは、全国水準と比べて、それよりも頑張っているところ、勝っているところ。で、赤っぽいところはね、それよりも劣っているところです。でね、見てわかるように、長野市はね、真っ赤かなんですよ、これ。勝っているところね、全国に勝っているところ一つもないと思ったら、自主防災組織が 100%。あ、これはね、立派ですよね。これは非常に立派です。だけど、あとはね、全国にも長野県にもね、遠く及ばない。ただ及ばないじゃなくて、はるか下ね、ゼロっていうのがね、もう結構オンパレードですよね。で、長野県はね、どうかっていうと、長野県もまあ、全国にね、達してないところはあるんだけれども、災害県と呼ばれるね、山がちの地形にしてはね、頑張ってるなっていうの分かりますよね。緑のところ多いですよ、結構。でね、こっち一番右側、そっちから見ると左、右でいいんですよね。右側は、戸隠、鬼怒里、中条の3地区ですけども、ここもね、実は、長野市よりもね、むしろ全国レベルに遜色ない数字出てるところがあったりするんですよね。これどういうことなのか。前にね頑張ってたんですよ。こういうね中山間地のところは頑張って独自にね、この 68.2% っていうのは避難施設、その孤立しかねない集落の中で、避難施設を準備する、用意しておくっていうことをこれらの地域では頑張ってきたっていうことですね。それからこの 25.9% っていうのは、防水シートなんていうのもね、これも頑張ってるとか、確か長条だったかな。で、自主防災組織も 100%。これはまあ長野県の伝統ですよね。長野県も高いですからね。まあそういったことで頑張っている。だけど長野市はね、もう伝統的に山の方の孤立について災害の備えはね、そんなに一生懸命やらないっていうのがポリシーのようにこれを見ると見えますよね。だからね、今後こういったところのね、見習う必要性っていうのが長野市にあるっていうのが分かっていただけると思います。特にこの中でね、まあ全部問題ですよ、一つ一つ見ていけばね。だけど特に小泉がこれなんとかしなきゃいけないなと思うのは、先ほど申し上げたこの孤立化の集落の中の避難施設ありがね、全国 66.2、 長野県 67.8、長野市が 61.8%、 あ、じゃあ 21.8% ということで、全国とか長野県と比べてね、3分の1以下なんですよね。これなんとかしなきゃいけない。だって孤立してね、外に地震があった時、何か災害があった時、逃げて行きたくても行けなくなっちゃった。そしたらその集落の中である程度自立して避難施設っていうのを確保できる、そういう策が必要だと思います。で、これはね、何も難しいことじゃなくて、集落には一つはね、どこの集落にも一つは集会所とか公会堂、公民館ってありますよね。そういうところを、じゃあここに孤立しちゃったらみんなここに集まろうねって決めておけばいい話なんです。それができていないのが長野市です。で、もう一つ非常に大事だなと思うのは、ここで言うとどこだっけかな。これですね。情報通信手段あり。で、これは全国の孤立可能性集落で見ると 48.1%。長野県頑張ってますよ。60.1% です。で、長野市は 13.5% なんですよね。あ、
ここ、あ、そうね。だから、戸隠式の中城も 42.4 で、ちょっと全国に比べて劣るけれども、まあ、頑張ってますよね。全国 48.1 に対して、戸隠式の中城 42.4% だったから、いかにね、合併前頑張ってたんだな、っていうことがわかります。で、長野市ね、13.5%、これなんとかしなきゃいけないですよね。だって、孤立しちゃってね、電話も通じない。で電気止まっちゃってインターネットもできない、スマホもできない。助けに来てくださいよって言えないですよね。だから独自の無線の手段を備えておくっていうことは非常に大事だと思います。長野市はここが遅れています。県の都なんだけどな、ね、遅れてますよね。いやぜーな、長野市はね、275って多すぎるからしょうがないんだよって言い方もできるかもしれないけれども、でも長野県だってね、同じ条件で頑張ってるんですよ。災害県って言われながら頑張ってる。これね、長野市は県の都として恥ずかしくない災害の備えしていく必要があると小泉は思います。でね、さっきも申し上げたように、ここに、ね、数字で出てきてはいないんだけど、何が問題かっていうと、もう一つはね、情報なんですよね。情報です。さっきね言いましたよね、内閣府には情報をあげたけど、自分とこの住民にはね、情報出さないんですよ。だから孤立しちゃった時、災害があれば孤立する可能性がうちの集落にはあるんだ、災害があった時外に逃げられなくなっちゃうかもしれないっていうことを知らないまま、長野市の皆さんは、孤立可能性集落の皆さんはそこに住み続けているんですよね。ちょっとね、寒い話ですよね。まあ最近、確かに寒くなってきたこの頃ですけど。でね、これは小泉がね、12月にした質問なんですよね。ちょっと追ってってみますね。孤立可能性集落等の具体的な情報、これが必要だろうと。で、それぞれの地域住民、自主防災組織、消防団との具体的な孤立可能性についての情報共有が必要だと、小泉の主張です。で、今後の情報提供、共有のあり方についてお尋ねしますと、小泉は聞きました。そしたらね、危機管理防災官、これ長野市の担当の人ですね。で、何を言ったかっていうと、ここなんですけれども、これがね、小泉何考えてんだと思ったんですが、今後も必要に応じて公表してまいりたいときたもんですよ。なんですぐ公表します。必要な情報ですよね。すぐ公表しますではなくて、必要に応じて公表してまいりたい。それ必要に決まってるでしょってね、小泉は思うんです。だって自分のところがね、いざというとき、連絡が遮断されて、被害があっても外に逃げられなくなってしまう。病院に行けなくなってしまう。食料の供給が途絶えてしまう。そういう可能性のあるところに住んでいるんだよっていう情報が必要じゃないって思う人なんかね、一人もいませんよ。ね、で、ちょっと続きますけど。で、地域住民自主防災会と消防団の情報提供。もうこれも、必要な情報を提供していきたい。だから必要に決まってるっつーの。でね、小泉はそれ聞いてちょっと頭にきちゃ畳みかけたんですけど、これら275集落について孤立する可能性があるということを今後も説明しない場合があり得るということなんですね。それでいいんですね。っていうつもりで小泉は聞きました。で、危機管理防災官は、まあご要望とあればお示しをしていきたいと。何か言わなきゃ出さねえよってことなんだけれども、だけどね、こういう情報を持っているっていうこと自体、住民は知らされてないわけじゃないですか。そしたらね、ご要望があれば出すって言われたって、ご要望のしようがないわけですよ、地域住民だって。だから小泉は、まあ、さっきのね、まあ、こういう情報とかは自分のホームページには出してね、だからそういうことは皆さんで知っておかなきゃいけないよねっていうつもりで、微力ながら広報してるけれども、長野市はそういう必要性を感じないんですよね。
じゃあ孤立した時じゃあ誰がねその責任を取るのかっていうことですよ。孤立して連絡が途絶して医者にも行けないで健康被害があったなんて時にじゃあ誰がそれ責任取るんだっていうことを小泉は言いたいんですよね。で小泉はね思うんですけれどもちょっとね話は飛びますが地域のことは地域で決めるっていうことを、ね、今の長野市は言いますよ。で自治協議会なんかね地域地域に組織されています。それ自体はね悪いことではないと思うけれどもだけど地域特性に応じた施策を地域が独自に展開していくためにはね情報がね絶対必要なんですよ。そうじゃないと例えばうちの集落うちの地域は孤立する可能性がある災害の時にそういう地域特性が分からなければね地域の特性に応じた地域づくりなんかできないじゃないですか。でもそれをね長野市は出さないんですよなんで出さないのか私にもよくわかんないですけど小泉にもよくわからない、まあ、もしかすると県にもね全国にも遅れてるからこんなの出したらね長野市何やってんだって言われることを心配しているのかなとも思うけれども、まあ、それ勘繰りすぎじゃないと思いますよね。でねそういう質問をしたらね早速というべきか12月にね大雪がありましたよね。でね16日から21日にかけて停電が発生しました。これ大停電ですよ。16、17、18、19、20、21延べ6日間にわたって停電で電気が使えない地域が出てきちゃったんですよ。でねその時に陸路のね連絡こそ途絶えなかったけれども情報がちょきんちょきんって遮断されちゃった地域っていうのはたくさん出たんですよ。つまり電気が使えなきゃさっき言ったみたいにインターネットできないわけですからね。で電話も最近のやつは電気なきゃ使えないしスマホだって充電切れば使えなくなっちゃうわけですよ。うちの地域が今停電している。じゃあこの停電いつまで続くんだ。今日の晩暖房はじゃあどうすればいいんだろう。電気が復旧するのかそれとも復旧しないならじゃあ灯油でも買いに行ってね石油ストーブ買ってこなきゃいけないのか。そういった情報すら被害に遭った集落の方々分からなかったっていう状況出ちゃったんです。これ一種の孤立ですよね。情報的な孤立が発生してるんですよ現実に。で、中部電力に小泉もその時電話かけていましたよ。長野営業所全然つながらない。情報なんか取れないんですよ。でねスマホのわずかな残った電気使って小泉のところに SOS で小泉さんどうなってるんですかっていうメッセージが来たから小泉はスマホのね予備電源持って飛んできましたけどそんな状況あったんです。でねその混乱はもしかしてねこの275集落ねこの一つ一つについて丁寧に災害への備えをしていればねもっと混乱せずに済んだのかもしれないって小泉はその時考えました。でさっき言ったようにね避難施設この中では集落内で独自に用意してません。でそれから通信手段も用意できていないところがほとんどです。 13% でしたよね。でその結果何が起こったかっていうと電気が使えない暖房が使えないじゃあ長野市はそういった方々のために避難所を設けましょうっていうことをねやり始めました。それ自体は必要なことですしやんなくていいよなんていうつもりは毛頭ない。だけどね16日から発生していたのに避難所開設したのはね翌日の9時なんですよ。これ何合いです最初夜の9時です。昼じゃないですよ夜の9時です。夜の9時に避難所作ったからねここにじゃあ来て皆さん暖房当たってくださいって言われてじゃあ行くかなってならないですよね。だって大雪なんですよ歩いてくの大変なんですよ山の方は、ね、真っ暗でしょ。
じいちゃんばあちゃんそんなところに避難してる間にね、遭難しちゃいますよ、足滑らして足折ったら。でそのね17日以降も18日もねやったんだけど、いくら早くても17時15分、で12月のね当時のね前後のねあの5時って、夜の5時って言ったらもう真っ暗なんですよね。だそういう時間に避難施設の設営をしなければいけなかったっていうのは、やはり孤立可能性集落、まあこの今回ね孤立可能性集落ばっかりじゃなかったかもしれないけど、あのその地域もねだいぶ含まれてますよ。でその中できちんと集落ごとにね避難施設をあらかじめ準備できていなかったっていうのも一つだと思います。そして さっき言ったようにね、連絡手段きちんと円滑な、ね、連絡ができるような通信手段を用意しておかなかったっていうことも混乱に拍車をかけたんじゃないかなって思いますね。だから長野市はね5時とか夜の9時に避難所設置して、いやだけどよかった使う人いませんでしたって説明したけど、そうじゃなくて、それはニーズはあったかもしれないのに遅かったから使えなかったんじゃないのって、そういうことをね考えていただきたい。でね、先ほどのもタイトルにも戻っちゃいますけれども、戻しますけど、長野市は県の都だってプライドあるけれども、危機管理体制はねちょっと頑張る必要があるなと小泉は思いますね。だからこれね、小泉ちょっとねいいテーマだし、もうあの話がねちょっと大きいんで、長く取り組めるテーマにぶつかったなっていう思いで今いますね。あの今後もねこの件については調べてね発言していきたいと思っています。でね、その孤立可能性集落の話をしても、長野市はね、長野市の行政も議員もあじゃあ何を言ってんだみたいな顔して聞いてるんだけれども、だけどねこういう話ありますってことをね真剣に考えてくれる議員もいて、それは残念ながら長野市の議員ではなかったりするんですね。あの小泉がねこういう話あるんだよねっていう話をしたら、やっぱり飯山市の江沢岸夫さんっていう議員さんね、あの去年議員になったばっかりで最初の議会で早速その質問してね成果を上げてます。でね、この質問ね、この質問ってこの件は長野市だけの問題じゃないんですよね。でこの先ほどの長野県のデータっていうのは小泉のねホームページ、小泉一馬 .jp こちらの方にアップしてあるんで、あのエクセルのシートをダウンロードしてね、また研究する方は研究してみていただいて問題意識を共有していただきたい、小泉一馬からのお願いであります。はい、今日のこいちゃんでございました。まああのね、今年ものっけからねこんなすいません、あのなんかちょっとね不透明な話になっちゃいましたけど、頑張っていきますのでよろしくお願いします。小泉一馬でした。ありがとうございます。